今回のキーワードがガラパゴスシンドロームということですけど、先生、日本語で ガラパゴス、ガラパゴス症候群、ガラパゴス系時々聞こえますけど、あ、携帯な、系、あの、何々か、あ、かですね、かかで、ガラパゴスか、ガラパゴスかね、うん、ことありますけど、先生、いろいろ国行きますけど、はい、ガラパゴス行ってないですよね。ガラパゴスはね、行ってないですね。どこか分かりますか？あのね、エクアドルの近く、うん、あのから行けるんですよ、確か、うん、ま、あの中アメリカの中米、あの中アメリカ、あの島、うん、そうですね、ちょっと、うん、エクアドルから向けて飛行機で行くんだったかな、なんか行けるとは聞いてるんですよ、はい、あのね、そのツアー料金が高くて行けないんですよ。あ、チャーターし、なんか、うん、ちょっと高いな。金かかりますか。そう、お金かかる、まあ。時間もかかりそうな。時間もかかるし、うん、だから島ってあまり行けないんですよね。うん、高いから、あのイースター島とかもそうですよ。あ、そうですね。チリから行けるんですけど、あの遠いんですよ、うん、ふん。だから高いんですよ。あと南極も行けるんですよ。知ってました先生。あのチリの下の方に、うん、あのパタゴニアってあるんですけど、チリとかアルゼンチン の、うん、あの下っておかしいな、南の方に、はいはい、で、あの南極行けるツアーとかもあるんですよ。うーん、高いんですよ。あ、そっか、うん、でもガラパコース なんで夢、あの夢なのことがありますけど、うん、ダーウィン、ダーウィン、ダーウィンという人ありますけど、進化の種の起源って日本語では言いますね、うん、本、そうですね、でそれのことがガラパゴスで研究からありましたけど、うんうんうん、でも特にあの花、うん、あの鳥の鳥、うん、のビークのことは、花をなんて言うんですか、くちばし、くちばしで、あの同じの鳥ですけど、いろいろくちばしがありまして、うんうん、みんなご存知ですかな、うん、結構ダーウィンの進化論はあの有名ですよ、日本でも、うん、まあいろいろ島が違うの果物ありまして、違うのあの口柄、口ばし、くちばし、うん、なんかもうビークはありますけど、あのそれで違うの作ったのから果物をあの食べるのためにはありましたですけど、でも技術の話の中には日本の、はい、関係ありますけど、日本の、あの日本だけではないけど、いろいろ国の文化、いろいろ国の、あの社会的なことを考えまして、はい、違うの技術が進化ありましたの、うん、あのコンセプトがありますけど、うん、でも日本はそのことがよう見えます、いろいろの例がありますけど、今日はそれぞれのことを話したいだと思いますけど、グラップコースとか、なんかプリントアウトしましたけど、なんか基本的な Wikipedia なんていうことですか、あとどうですか。ガラパゴス化とは日本で生まれたビジネス用語の一つで、孤立した環境、まあ、今回で言えば日本市場とかで、まあ、最適化が著しく進行すると、その地域以外のところとの互換性を失い、孤立して取り残されるだけではなく、外部から適応性と生存能力の高い種、まあこの場合で言うと製品とか技術が導入されると最終的に淘汰される危険に陥るという進化論におけるガラパゴス諸島の生態系になぞらえた傾向であるというふうに説明されてますね。でこれ改めて見ると、なんかまあ僕が考えてたのとはちょっと違ってるな、覚えてるの、うん、そうですか、うん、どうやって違いますか。むしろね、種の起源っていうのはあの、まあ、各島にありますよね、うん、でそこに環境適応した種が残れるよというふうに、うん、なんかずっと覚えてた記憶があるんですけど、うん、そうじゃダメだよっていう話なんですよね、うん、環境適応しすぎちゃうと、まあ、そこの環境がすごいね、イージーな、あ、甘い環境だと、そこから来たもっと強い種に絶滅させるとか、そういう傾向なんですね、うん、あ、なるほどなと思いましたね。でもダーウィンの経には動物見て、例えばいろいろ車を食べるのためには 違うのことできた、車を食べるって何ですか。あの
車言ってましたか。今果物ね。果物、フルーツ。フルーツ。ごめんなさい。毎回車言ってますか。ごめんなさい。フルーツね。フルーツを食べるためによ。はい、でもそれはあの動物のことですけども、はい、でも日本には社会の文化のことも違うだから、うん、あの、うん、外国とは違いますよね。そう、外国と違うのことが、うん、そのなんか文化の伝統的なやり方とか考え方のあのからの違うの技術を作ることもありました。ほう。な、例えば日本だけの技術あったらもう、うん、なんか例が考えますか。うん、他の国があまり、あまり、そう、2つの考え方ありますけど、日本が発明されたのことが、日本で、うん、でそのことに世界人気になってどこでも使えるはありますけど、はい、でも、ガラパゴスは、その例えばその、あ、鳥、うん、ガラパゴス島がその島だけありますけど、うん、でも日本は島、大きい島ですけど、はい、でも新しい技術発明されて日本しか使えないのこともあります、はい、でも日本で発明されたと日本だけ使えるのこともなんか考えますか。なんかまあ一番有名なのが携帯。あ、携帯ですか。まあまあそうですね、うん、まだ次の方だからもうちょっと簡単なことで言うと日本だけまあ一番海外行ったりしてあのそのかないのが、まあ、習慣ですけど、うん、ん、まあ、靴を脱ぐ。あ、靴を脱ぐってなかなかないです。特に宿とかで泊まるときに靴を脱ぐっていうのは滅多にないんじゃないかな。でもそれは文化的なことですけど、うん、製品、そうですね、アイテム、その文化、靴を脱げるのためには技術が違うなことありましたけど、例えば靴を脱げるの文化がありましたら、例えば日本の家は玄関あります。ありますね。あのアメリカの時々ありますけど、うん、全然違うの形です。靴あまり脱げないですけど、私アメリカ育ちますけど、うん、あのウィスコンシン州で生まれて、うん、あまり脱げないですけど、うんうん、でもアリゾナに引っ越した後に、まあ、ちょっとアジアのことを、うんうん、文化を合わせて、うん、まあ、たちの友達の半分ぐらい、うん、靴を脱げるのこともありまして、時々脱げる、時々脱げてないのこともありまして、でもそれも玄関もありました。それ技術的ですけど、うん、あとは畳。あ、畳ね。畳は他の国は見ましたか、その畳、うん、あのね、アジア系でそれに近いものはなんか見たような、うんうんうん、感じはなんかそのああいう畳じゃないですけど、まあ、カーペットまでいかないけどなんかちょっと縫ったようなそんな感じのものは見たことはないことはないかなっていう、うんうん、あやふやな記憶ですけど、でもあそこまでしっかりしたやつはないんじゃないかな。あ、うん、そして畳はあのあと日本はスペースあまり ないですけど、うん、家であのアメリカより一つの家が住んでるの人数が多い。狭いですよね。だから同じの部屋があのいろいろの使い方も必要ですけど、はいはい、その同じの部屋寝て同じの部屋食べて、同じ部屋布団ね、布団も入れる出せるのことが必要になりましたけど、ね、うんうん、アリゾナにはなんかスペースがありまして、はい、その技術があまり合わせなかったんですけど、だから靴脱げないとなんかカーペット技術を作って、はい、まあ、どこでも行ってるの自分のスペースありました。あれホテルのなんかこうカバーみたいな、足元にカバーあるじゃないですか。足元カバー、はい、ホテルの、ホテルあれって靴履いたまんまこう寝れるように作ってるんでしょ、あれ。ああ、ホテルの、あの、そう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 あ、なんかカバーみたいなさあるじゃないですか、足元に、うん、あれ知らんかったんですよ。あれなんであのおしゃれかなと思ってで基本僕がホテル行ったら脱ぐんですよ、うん、靴。だからあれは何なのかなと思ってずっと不思議だったんですけど、最近あ、靴履いたままゴロンとできるのかと、うんうんうん、そういうことなんでしょ、あれ。ホテルの、はあ、私もあのホテルよく脱ぎます。あ、脱ぎますか、うん、気持ちいいですもんね、脱いだ方が、うん、そうです。であのその畳ももうちょっと詳しく考えてましたら、あの、うん、まあ
デパートメントストア、デパートは、はい、まあ、まあ、他の国から日本にそのコンセプト来ましたでしょ、はい、でも最初のデパートメントストア、うん、東京で作ったの三越、うん、まあ有名ですね、まだありますね、まだまだあると思いますちょっと自信なさそう、こっち来てからあんまり見てないまあ、あると思います、まだ、はい、あのチェーンではないですけど、はい、まあ、たくさんあれですけど、でもそのデパートは初めて作った時に畳で、なんか畳のスタイルのデパートを作ってました。そうなんですか、写真ありますけど、うん、そんな風やったんですね。で、日本のデパートってその三越なんかは最初畳があったんですね、うん、まあ、で靴脱ぐんですよ。そうですね、まあ、デパートメントストアはそのデパートメントストア大きいだからね、たくさん、うん、同じの時間たくさん数えないぐらい入れますけど、うん、何百人ぐらい、うんうん、でもその何百人入れましたら、うん、何百ぐらいの靴が管理しなきゃならないなことになりまして、うん、でも一つの話がありましたけど、インターネットで読んでですけど、一、はい、日がたくさんの靴がなんかミスとか なくなった、うん、トライジャーとか、うん、のこともありまして、うん、たくさんの人が怒れしまいましたのことありまして、それはデパートのコンセプトと畳のコンセプトがなんか合わせないとか、うん、違うの柄っぽくみたいなことは例ありますけど、うん、だから今のデパートメントがあまり畳見えないのことです、うん、いやー使いづらいでしょうね、靴脱げって言われたら逆にそう、私はちょっと思います、うん、でもやっぱりさっきのこと言ってましたが、はい、柄系の携帯のことありますけど、はいはい、私初めて日本の聞いた時に友達言ってました、日本に行きましょう、はい、留学します、はい、携帯買ってくれてくださいのこともありました。ああの20年ぐらい前、うん、15年ぐらい、だからみんなのイメージが日本の携帯が最新のこともそうですよ、ね、ことはありますけど、うん、でもアメリカよりが よくありました、はい、ガラケーのこといいですけど、でも、うん、そのシステムが作ってそのままで使ってまして、うん、スマホの使い方はちょっと遅くなったの感じがありました。なるほどね、うん、そのいろいろの関係ありますけど、ウェブページの作り方のデザインの、はい、よくガラケーのため の、はい、なんかいろいろのデザインがありました、うん、なんかテクストだけとかモバイルサイトと普通のサイトとか作りまして、はい、何でもスマホのサイズのための作り方ちょっと遅かったの感じありました。うん、そうですね、まあ、進化しすぎたんですよね、うん、まあそのありますけど、うん、教育技術の関係で、はい、今の例えばタイランド、うん、タイとフィリピンは最新の、うん、教室で技術使います、うん、なぜならば日本はまだ古いのパソコン残ってますし、うんうんうん、変更するよりはゼロからスタート技術使ったことが簡単のこともあります、うんうん、それで Wi-Fi がフリーでやって、まだ日本はちょっと遅くになってしまうの、うんうん、から最新になった最初のコンピューター使ってるのこともあります、だいぶ前から。いやね、アフリカ行くとね、携帯が多いんですよ、すごい。僕、パイがまだ15年ぐらい前ですけど、まあまあ、エリック先生が日本来たぐらいなんでしょうけど、あれ、固定電話だと、その線つなげなきゃいけないから、うん、携帯の方が早いんですよね、電波だから。うん、そうです。もう線があまりないですけど、遠いスペースが多いの、アフリカで、うん。で、そんなの感じたな。はい、どうぞ。もうウェブデザインもありますけど、はい、なんか、それもうちょっと後にはソーシャルメディアの使い方も関係ありました、うんでね、ガラケーが持ってましたらその時代の15年ぐらい前には特定のねそうですサイトじゃないと Facebook 2006年からのことですけど、はい、でも日本に来たの年は、まあ、2011年ぐらいに2期ぐらいになりましたけど、うん日本語のやつは2000やつは日本語の Facebook はい、はい、やつですか、面白いですかが2010年ぐらいですけど、うん、でもガラケーのためには、うん、ソーシャルメディアの
進化がアメリカでも Facebook はスマホが早いですけど、でも Facebook あのソーシャルメディアの使い方もちょっと違うのことになってましたけど、うんうん、その時代はミクシー、うん、聞いたことありますか？まあ、使ってないですけど、あの聞いたことありますよ。今でも残ってますけど、うん、あの最初日本で聞いた時は時々使ってました。日本語勉強するために私は、うん、でもガラケーで使ってるのミクシーが良いでした。テクストぐらいのことありまして、うん、あまり自分の名前、文字だけね、うん、自分の名前、うん、あまりあの入れてないも登録できますけど、はい、セキュリティもありますけど、はい、だからちょっと時間かかって日本の Facebook の使い方は遅くなりました、うんうん、だからガラケーの進化の違うの世界の違うの進化ありましたけど、あのどうですか最後のことですけど、うん、車、うん、車ですけど、車はアメリカの発明されたのことですけど、そうですね、でも今は日本すごい一番多いのメーカーがありますけど、うんうん、トヨタ、トヨタと日産と、最近マツダの話ニュースで出ましたですけど、マツダか、はい、でも最初はアメリカで作ったことですけど、はい、でも日本の今すごいどこでも車売れるようなことがありますけど、はい、でもガラパゴスの反対の例で、うん、日本に売れるの車が、まあ、他の国ではあまり売れないの状況もありました、はい、まあ、例えばダイハツの言葉はアメリカあまり人気ない、なぜならば日本でなんかスペースの問題、うん、道が狭い、うんうんうん、あと駐車は高いともありまして、うん、やっぱり一番売れるの車が軽自動車ありますけど、うんうん、まあ、僕も軽だしエリックさんも軽でしょ今、軽です、軽大好き、大好きになっちゃった、僕軽好き私はそうですね、うん、でも育ってるのはアリゾナ州ですけど、はい、みんな大きいのやつしかないです、うん、でもその会社がそのことを分かりまして、自分のあのガラパゴス系の車がそこに売れないと、はい、違うの車は頑張って作りました、うんうん、ことはありますけど、違うの自分で進化しないと自分の会社が残れないのことは分かりました、うん、そこの環境に適応したね、うん、車を作ってってことですよね。それは私たちの最初の車がマツダですけど、うん、大きなピックアップ、あ、先生が買った車、うん、最初の車アリゾナのマツダでした、うん、あ、そう、うん、トラックでした、トラック、うん、アメリカの人はあれ好きですよね、なんかでっかいバンじゃないけど、何だったかな、後ろがなんか、ベッドと言います、あの荷物置けるよ、うん、あれなんであれ使うんですか、あれあんま他の国でも、あ、見るか、あんま見ないよ、日本ではめったに見ないですよね、あれ、あ、荷物置くためにですか、あれ、そうです、うん、でも私がカンパーのことを履きまして、カンパーはあのシェルのことをつなげまして入れるぐらいのこと、あのキャンピングのためにはもう寝れるのことも入れてました、私のトラックですけど、時々その使い方あったんですけど、そうですか、でもみんなトラック持ってます、え、そう、アリゾナ、日本は軽のやつも、軽トラ大好きですからね、日本人アメリカ売れられないのかと、あれね、あんだけちっちゃいとね、でかいの好きですもんね、トラック、うん、本当にでかいもんなあのそれガラケーのこといろいろありますけど、あの、はい、例えば畳から携帯に、それ携帯からガラケーのフォンは先生もガラケーですね、ま、ガラケーですよただあれなんですよ、もう電話でしか使わないから、だから本当ガラケーというか電話ですよね、うん、携帯電話、それからな、まだ今のスマホの持ってる方が、うん、携帯でしゃべるの使い方もあまりないですけど、はいはい、それ考え方も違うの進化あったと思いますけど、うん、なんかこの前話しましたもんね、うん、僕やっぱりなんかね、文字よりも直接話した方が早いんですよね、うん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 、でも現在の若さは若いの人が嫌がるんでしょ、なんかテレビでもやってましたなんか直接電話するのは失礼だってね、うん、
それは違うのガラケーですけど、ね、年齢の関係も時々ありますけど、まあね、じゃあ それぞれの時間ですけども、はい、それはガラパゴスシンドロームというキーワードありましたですけど、はい、コミュニティコーナーの話ですけども、はい、じゃあキーワードとかもうこれで終了ということですね。あ、ガラパゴスシンドロームは中心に送りました、はい